が2枚目、1枚目なんですかね、これは。2枚目を作ったんです。2枚目ですね、はい、なるほど。1枚目ってのは、縁もあって。縁もあって、全部あって、真ん中がちょっと抜けてるだけで。はいはいはい。で、それをカバーするために、この次のやつをつけました。気にされてなかったけど、運よくですか？ああ、まず。もしかしたらされてた？かもしれないですね。ちゃんと、なんだろう、分かってれば、そこに糊置かないようにしてるはずだから。はいはい。差し込めそうなので。こういうことですね。口に挟んで。ああ、分かりました。じゃあ、ここに、こっちに置いてみたいな。あ、まあ、どっちでもやりやすい方に置いてもらっていいですよ。はい。できたんですね。できました。それは何の、シャドーボックスですか？何の？犬ですね。ワンちゃんですね。ワンちゃんですね。立って歩いてるところですね。そうです。どうですか？どのくらい時間かかったんですか？でも、期間的には、はい、そうですね、1ヶ月半くらいだと思います。はいはい、毎週やってるって、ね、1ヶ月に2回ですね。2回、はい、どうですか？またやってみようと思いますか？あ、もちろん、続けて、このシリーズを全部仕上げていきたいと思、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんにちは、長野インターネットと申します。はい、今、長野県は飯沢のアップルミュージアムに来ております、シャドーボックスの工房さんに来ていただいております。はい、それではちょっと自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、アイリーのシャドーボックス工房の湯本千恵と申します。湯本さん、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。シャドーボックスとは何なんでしょうか？簡単に言ってしまうと、はい、紙で作った立体絵になります。立体絵、はい。お、実際見るとこんな感じの素晴らしい、本当に立体っていうか、もう立体になってますよね。そうですね、もう立体に、好きな絵を立体にしてしまう、のがシャドーボックスと言います。作り方、簡単に説明していただけますか？1枚、もともとはこういうペラの紙、はい、普通の何にもない絵なんですけども、はいはいはい、1枚、この絵を完成させたいんですけど、はい、1枚だと切っても貼ってもペラペラなものなので、はい、この絵の中から、茎取ったり花を取ったり花びら1枚1枚取ったりして、はい、奥のパーツから順にトントントンと重ねていくと、はい、こんな感じの立体のもの。ということは今ここにこれ1枚でいいんですよね、プリント1枚で。そうですね、それをカッターかなんかで。そうですね、大体カッターで切っていきます。くっつき合わせるその回数も少ないという。あ、そうですね、これだと初心者の方、初めての方で2時間ぐらいで完成すると思います。なんとこの絵柄、図柄を考えたのが先生だって僕は知ったんですけども。そうですね、その理由は何なんですか？これただの色鉛筆画なんですけど、はいはいはい、ちょっとシャドーボックス、そうですね、昔からあるクラフトアートなんですけども、はい、ちょっと初心者にはとっつきにくいというか時間がかかるし、うん、初心者用の簡単なプリントがなかなかないので、初心者に手軽にやっていただけるようにちょっと自分でプリント作ってみました。好きな絵を立体絵にするのがシャドーボックスなんですけど、はい、好きな絵使って作ることはできるんですが、はい、絵を描いた作家さんの、絵は作家さんのものなので著作権は作家さんにあるので、はい、ネットで発表したりとか展示会で発表するのはNG になってしまうんですよね。そうすると許可の下りてる絵、シャドーボックスにしていいよっていう絵を使って私たちは楽しんでいるんですけども、これはちょっと私の描いた色鉛筆画を使っているので、はい、著作権は私にあるので自由に使えるということで私の教室では重宝して使っております。なるほど、こういったそのシャドーボックスを作るためのそのキットっていうんですか、はい、なんか売られてるっていうのに来たんですか？はい、お店もあって、シャドーボックス愛好家の皆さんは、シャドーボックス作りたいときはお店の方で絵を選んで制作されてると思います。私的にはこれ初めて見たんですけども。あ、そうですね、あんまり知られてないと言ったら知られてないんですが、それでもたくさん全国に先生もいらっしゃいますし、愛好家さんもたくさんいらっしゃると思います。先生はちなみに
どんなことがきっかけだったんでしょうか。私はもうあのシャドーボックスを見たという、まあ、見るとわーってなるんですけど、はいはいはい、見たからやりたくなったというわけではなく、ちょっと時間があったので、はい、あのたまたま本当に先生に体験を申し込んで、シャドーボックスが何か知らないまま体験に行きました。あ、面白い名前だなっていうぐらいで。あ、そうです、なんかのクラフトだなと思って。はいはいはい、どうでした、初めてやった時は。楽しかったですね、やっぱり、見たまず見たことのない立体感が楽しいのと、はい、あとは、切って貼り合わせると立体になる、あとは、切って貼っただけよりかは自分で花びらだったら丸くてふわっとした形、こう丸くするとか自分で工夫するとどんどん、本物に近づくというか、作品がグレードアップしていくので、まあ、その辺がとても楽しかったですね。なんかその角度だったり、それから切り方っていうんですかね。あ、そうですね、やっぱりその一人一人同じものを作っていても特徴が出るんでしょうかね。そうですね、この絵であの10人の方に同じあ、この絵を作ってもらうと、あの10個違うチューリップが出来上がると思います。今後は先生としてはどんなことにこれを進めていこうと思ってますか。やはりあまり知られてないクラフトなので、はい、長野県でもあのたくさんの方に知っていただいて、もしよかったらあの作って楽しんでいただけるようにあの広めていけたらなと思ってます。そして何かこちらにあの本が出てるっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、これちょっとご紹介いただけますか。シャドーボックスの作品展は、はい、あの全国でもたくさんやられてあの開催されているんですけども、はい、まあ、多分国内最大級のシャドーボックス展になります、はい、国立新美術館で毎年開催されているんですけど、今年はじゃあ1月にあったんですね。あ、そうです、今年第10回 の、 あの節目の年でした。で、私も、はい、あの参加していまして、なんか出展されてると来たんですけど、はい、あの見せていただきます。出展してます。今年は こんなあの作品を作りました。作家さんは大野千代さんっていうあの方で、作家さんの許可を得て、これはもうプリントとして売られているものではなくて、これを作品シャドーボックスにするために10枚だけ印刷にかけたものになります。はい、いずれはどうなんですかね、作品展あの長野でも。あ、でもあの私 の、 あの ID のシャドーボックス工房、私 の、 あの主催しているあの教室の作品展はあの長野でも、はい、あの作品展やってますので、はい、飯綱のアップルミュージアムで毎月2回日曜日にあのやらせていただいてますし、他にはあの豊野温泉りんごの湯で、そこも毎月2回木曜日に、あ、すいません、火曜日にやらせていただいてますし、中野市 の、 あの自宅の方でも自宅の教室を開催してますし、あとはあの呼んでもらった公民館などでも出張教室などであの各地でやらせてもらってますので、検索すれば出てくるとかそういうことはある。そうですね、ホームページありますし、なんて検索すればいいんですか。アイリーのシャドーボックス工房で検索していただければホームページにつくと、アイリーのシャドーボックス工房ですね、はい、あの各教室も載ってますし、はい、あのリモート教室もあのさせていただいてますし、あと私の作品もそうですし、生徒さんの作品も、はいはいはい、あのアップして載せてありますので、はい、もしよかったら見てください。お夢とかありますか、シャドーボックス。そうですね、またあのやっぱりあのまだ本当に知られていないので、はいはい、たくさんの人に知っていただいて楽しんでいただければなと思います。ぜひ夢を向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。アイリーのシャドーボックス工房の作品展のを紹介させてください。アイリーのシャドーボックス工房の作品展が6月7日7日火曜日から7月24日約2ヶ月間あのここ飯綱アップルミュージアムで開催いたします。まだ準備してないんですけれども、作品数は100をおそらく超える結構見応えのあるものになると思いますので、よかったら見に来てください。